長尾達子は、日本の政治家、官僚、元法務大臣、元参議院議員、全日本社会事業大学理事長、旧政府立第五高等女学校に入学したが、家庭の事情で転校し、1953年に東京都立港北高等学校を卒業。一浪後、東京大学に入学し、文学部社会学科を卒業。 1958年、厚生省に入省し、年金局年金課長、厚生省年金局企画課長、社会保険庁年金保険部長、厚生省児童家庭局長、厚生省社会局長などを歴任した。厚生省年金局年金課長、時代、1978年から1979年にかけて、 社労族の橋本龍太郎が初入閣で厚生大臣となり、橋本との信頼関係が強固となる。橋本の強いプッシュで1992年の第16回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で比例区から立候補するが落選。1996年1月5日、村山富一首相が退陣を表明。これに伴い、 自民党総裁の橋本龍太郎が首相の座につくことになったが、橋本は就任前日の1月10日夜、加藤光一幹事長と野中博武幹事長代理を呼び、組閣作業を一任した。野中は女性の入閣を望むも、当てにした人物はことごとく断られた。その時浮かんだのが長尾であった。こっちから出てくれと言って出しておいて、当選できなかった。申し訳ないから、 罪滅ぼしするとしたら、あの人だと橋本に勧めた。打診を受けた長尾は、今更もういいですからと一度は断るが、熟慮の後、引け受けた。1月11日発足の第一次橋本内閣に、法務大臣として入閣した。同年に内閣が提出した、民事訴訟法法案の成立を推進した。民間人閣僚の法務大臣就任は、 細川内閣の3ヶ月症法省以来、同年11月まで務めた。法省在任中は3人の死刑囚の死刑執行を命令した。また同年には全国社会福祉協議会、中央共同募金会、全国老人クラブ連合会の会長に就任した。1997年5月19日、島崎一氏の死去により参議院議員に繰り上げ当選したが、 翌年の参院選には立候補せず、政界を引退した。引退後は自由民主党党金委員会委員に就任し、引き続き党務には関わっている。1999年から2010年まで日本社会事業大学理事長を務めた。2004年11月、朝日大受賞を受賞。社会福祉法人読売光と愛の事業団理事長を務めた。ありがとうございます。